大将はそのずっと寿司職人の方ではないというのが情報が入ってるんですが、私ですか、ね、はい、元々あの証券会社で働いてて10年ぐらい前に、まあ、証券マンだったんですか。証券マンなんで金融の世界からお寿司の世界に飛び込まれたんですか。実家の元々寿司屋だった。結局そう一気に行っちゃったんですね、寿司が。すごいですね。美味しいです。食べ応えありますね。ちょっと大きめで、もっちりとろっとしてます。シャリも美味しいです。金目鯛です。金目、これもうちょっとお肉みたいですね。美味しいです。山口のハギですね。ずっしり感がある。さっぱり、シャリとすごい合う。美味しい。中トロです。あっさりしたカルビみたいな推しですね。でも肉ですね、これ。うわ、存在感ありますね。神々しいな。とろいなり、小肌です。すごいフォルムですね。三つ編みに今日は、わー、アートだな。白いかの気づけですね。白いか細切りにして茎漬けにしてます。つまみで出したメニューなんですけど、茎漬けにしたら結構美味しかったんで。イカの軍艦初めてかもしれない。このタレのパンチと海苔の香りと、イカ細切りにしてあるから結構歯切れが食べやすくて美味しいなと。玉ねぎの細漬けですね。箸休め、紫キャベツの色素とか。昆布ですか。そうです、これは白板昆布ですね。薄いな。白ギスの昆布締めですね。噛めば噛むほど昆布の旨味がどんどん口の中に広がる感じですね。味が濃くなっていく。シマアジですね。これ赤シャリですか。赤です。ああ今日は伊豆七島の郷土料理の島寿司風に仕上げて、からして毛ガニですね。卵黄をベースにして作った黄身酢ですね。カニとお酢はすごい相性がいいんで、カニの濃厚な感じと、はい、カニ自体にもやっぱ味噌入ってる、すごいクリーミーな。そうです。ウニも入ってくるんですね。ウニも入ります。紫ウニですね。北海道の夜市の塩水です。一瞬で溶けた。やっぱ味濃いですね。あの長崎の対馬ですね。ベテランの職人さんに引けを取らないぐらい握り美味しいんですけど、はい、まあ、例えば今の時代だと YouTube で見るとか、はい、いろんなその勉強の仕方があるじゃないですか。どうやって最初は。いや、もう普通にあのみんなと同じでシャリみたいな、はい、シャリ玉のものを使ってこうやったりとか、ちょっとシャリとか使って練習したりとか。切り付けが一番難しいの。そうですね、切り付けで理由の形って多分決まってくるんで、うん、カツオの手骨でしたね。三重の漁師通りですね。カツオは割れ焼きにして、すごいふんわりしてますね。はい、そうですね。うまい。
最初の手がいいっすね。指長くないですか？よく言われます。ですよね。手も商売道具ですもんね。はい、わさび抜きのかんぴょう巻きとわさび入りのかんぴょう巻きで一応2種類ご用意しました。あら汁でございます。3日間炊いてます。中の骨も持ち上がります。すごい、これ身がかなり入ってる。卵焼きですね。中に車エビとハモもすり身が入ってます。ふわふわしてますね。甘い。シャリ玉を赤白でいただいていいですか？はいはい、甘い。お米のなんか甘みをすごく感じました。粒がしっかり立ってる感じなんで、はい、咀嚼する楽しみみたいな。もう素洗いですね。海水みたいな。この食感ってなんか見る特有ですね。むにゅっとしてるし、コリッとしてるし、すじめにしてます。予想外の味。昆布って丸みがすごいあるんで、すごいまろやかですね。とろいなりです。うちのまあ名物として季節とあと毎回お出しするものなんですけども、はい、スクキッととろあぶってちょっとシャリをいなりの上に包む組み立て料理ですね。とろいなりって、はい、マグロのとろじゃなくて実は牛肉のとろですっていうことではないですか？ではないです。これすごいな。いや本当スペシャリティですね。これは記憶に残る一品でした。またクリア川さんとは違うスタイルというか、一個一個がかなりユニークなあの顔ぶれのお寿司が出されてたのが結構印象的で、メニュー開発というか、はい、アイデアみたいのが面白いなと。どうやって考えてるんですか、メニューは？クリア川のネタとか食材はそのまま使ってるんで、ある意味で制約もあるんですよ。クリア川の方は握りがまあ9貫10貫なんで、もしもそれを14貫にするとなると毛ガニを使うとか、イカをあやって使うとか、そういうをして、まあ、なおかつ美味しいっていうのが一番なんで、美味しいものっていうのを軸にしてそういう思考をプラスみたいなことは、まあ、クリア川の対象と相談しながらそうですね。僕、まあ、ここお客さんで食べてたんですよ。お店のファンだったんで、はい、そこはまあ最初の忠実にやってきたんで、まだ一月半ぐらいなんで、なんだろう、自分なりのオリジナリティというかやっていけたらなっていうのは思ってます。本当に美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。